ジェット大輔に聞け、浅川図です。ジェット大輔です。ということで、50代ってどういうふうに考えてる？え、今年だって乗り切れるかどうかわかんないからさ。その、50代、こういうふうに生きてみたいってのはある？まず50代っていうのはさ、ロールモデルがあんまいないじゃない。こんな50代ですよみたいな人で、結構偉くなっちゃった人とかの話はよくさ、出てくるじゃない？メディアとかでは。うんうんうん。なんでもない姿勢の人の50代の姿ってあんま想像つかないわけですよ。ジェットさんのところはもう子育て終わったわけじゃん。終わりました。なんていうのかな？もっといろいろ40代とかよりできることがあんのかなと思ってね。そのまあセミリタイア的な感じで。ああ、いやだからコロナさえなきゃどうにかなったかもしれないんだけど、うん、コロナでガラッと変わったね。やっぱりその50代とかになるとある程度はお金があって貯めるにしろ使うにしろ運用するにしろどうにかなる人たちが多いと思うんだけど、まあそれがちょっと厳しくなってきたかなという感じ。まあ若いっていうのは時間があるってことでさ、結局お金があるのと10日じゃないですか。それはだからさ、その年取ってお金がなくてでも冒険するぞってわけにもいかない感じで。まあね。これは参ったなっていう気はするね。現状維持っていうんじゃないけど、まあ、今より悪くなんなければいいかなっていう漠然とした、まあその不安はあるよね。まあその健康とかそういう面も含めてね。まあ健康もダメになってくだろうし、当然普通の体の状態がね、若い頃のようにはいかないからさ、まあどん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 ダメなわけですよ。で、体がダメっていうのはね、やっぱり頭がダメだなぁと最近思ってて例えばね、カメラのファインダーをちょっとね、メガネをつける人がいるんですよ。メガネを作ってる方ね。その方に聞いたんだけど、やっぱり目が悪くなったらメガネをした方がいいと。それはね、世の中に対しての見える見えないの度合いが変わってくるからっていうね。まあこれはすごく大切な言葉で、物事の解像度が変わってくるんですよ。僕、ほとんど裸眼なんですよ。老眼鏡とかつけないんだ。老眼鏡も近眼鏡もつけてなくって、まあよっぽどなんかあるときは映画見に行くときとかは近眼のやつはかけるよ。だけど普段は全然つけずに過ごしてて、割とボケてるよね。そのまま受け入れちゃってるわけでしょ？うん。次第にそうなってきたからね。20年ぐらいかけて。急に目が悪くなったわけでもないし、子供と違って黒板の板書が見えないと困るわけでもないんだよね。で、今手元の端末で全てがわかるからさ、手元の端末さえ見えてると案外気づかないのよ。あれ遠くからなんか来てるぞとか思うんだけど、メガネしてないからわかんねえやみたいな。で、見えてないからやっぱり関心を失ってたんだなっていうのは最近よくわかる。いろんなことに世界に対してすごい関心が薄まってる。で、関心がないとね、やっぱりね、次へ次へっていう原動力がないんですよね。俺ももう、ここ何年か老眼がひどくなってきてるんだけど、うん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 。例えばさ、スマホとかでさ、ちょっともう文字とか打ちにくくなってるから、うん、もう長い文章を書くのが嫌になっちゃうんだよね、そこでね。確かに。目が見えないことによって、その人の行動とかやっぱ考え方が徐々に変わってきてるっていうか。わかるわ。その、老いるってさ、やっぱり考えが老いるってもあるけれど、体が老いることによって考え方が明らかにその衰えてるなっていうのは感じるんだよね。うん。だから昔なんかさ、すごくカワセミを撮るのが好きでさ、写真をさ。ついこの間までそうだったじゃんだって。そう。あの小さな野鳥を追っかけるっていうのはすごい好きだったわけですよ。で、まあそういうのを撮るカメラっていうのはさ、やっぱりすごい高性能で大きいじゃない。大きくて重たくてっていうものだけど、やっぱりね、体がダメになってくのね。まず、ストレートネックの逆バージョンみたいな。なんかね、首の骨がちょっと湾曲してますよみたいなこと言われたの。まあ、思い当たることありますかって医者に聞かれればさ、それはカメラかけてるからだなってなるじゃない。だからまあ、その重たいカメラを首からかけるっていうのはもう絶対にありえないなと思って。で、まあその後肩ですよ。五十肩が来て、五十肩になると、もう肩掛けのバッグに重たいカメラを
かけるっていうことがもうありえない。なるほどね。だから自分で少ししか入らないバッグを作って開発して売ってるわけですよ。そうでもしないとカメラってやっぱり大きいの大きいの重いのってなっちゃうからね。だから自分でそういう枠を設けて、で責任を持って自分の製品を使うから少ししか使わないっていうことを心がけてるのに、買った人はこんなにたくさん入りましたとかやってくるからね。それはそのジェットさんが年取ってそういう境地に至ったっていうストーリーを知らないとわからんて。そういうプレゼンをしてるんだけど、それでもやるからね。うん、それがキャッチーだからわかるんだけどね、それをやりたくなるっていうのはさ。そういう風になってくると、その撮りたい被写体とかの興味とかも変化してきたりするもんなの？もう全然違いますね。へぇー。まあ、まずね、その、滋賀県に引っ越して、うん、で、まあ、前はさ、東京にいたからさ、東京なんていうのはさ、人が住んでる区画と大自然っていうのはすごくはっきり明確に分かれてるじゃない。うん、だから今日もあの公園に行けばこんなに自然が定量的にあってここにこんな生態系があるっていう環境なのよ、あれは。うん、だからカワセミ取りに行こうと思えばそこに行けばいるの。だけど滋賀県っていう場所はまあご存知の通りほとんど琵琶湖ですよ。ほとんど琵琶湖って言ったら叱られるんだけど。まあ、琵琶湖の土手に存在してるようなもんですよ。この大自然の中で、例えば、琵琶湖の湖岸にカワセミがいました。うん。ね、これを取ろうと思ったけど、飛んでったと。うん。どこまでも飛ぶからね。狭い公園の池じゃないもんね。それそうだ。琵琶湖全域飛んでくからね。取る以前だよね、そもそもね、そうなるとね。まあだからそんなものを追っかけるよりもっていう風な考え方にはなるよね。だその東京に住んでた頃よりは、あんまり、そう、カワセミとか自然とかが、その、ありがたみがなくなるっていうとちょっと違うかもしんないけど、その、うん。区別のあるもんじゃないっていうか、自然の一部にも溶け込んじゃってるわけだよね。ああ、そうだね。うん。だから、東京なんていうのはさ、わかりやすく言えば箱庭があるようなもんじゃない。だからその中でさ、こちょこちょいじってればいいわけですよ。そうじゃなくなってきたのね。本気で立ち向かわないと無理っていう。それはね、やっぱ参ったなぁと思ったね。セミの写真展はね、ずっとやってるけど、あとは最近街スナップ、うん、街歩きのスナップはやっぱりすごく面白い。なんかうまいのが撮れるわけでもないんだけどもね。その、でっかいレンズを持ち歩かなくなったっていうことも影響してんのかね。うん。ものすごく関係してる。でっかいレンズどころかもう高性能なレンズですらもなくって映るんですのレンズとかさ、ピント合わせることすらももう拒否してる。それはさ、俺らは、ほら、若い頃、小学校ぐらいから映るんですっていうカメラ存在してたじゃない？使ってたね。うん。で、まあ、言ってみればさ、パンフォーカスで撮るわけですよ。3メートルから無限遠まで全部合うっていうね。今、オートフォーカスってすごい速いでしょ。速度がね。まあ、それのために何十万何百万ってかけてもさ、だから何っていう写真にしかならないわけです。友達ですごい面白いこと言ってて、これを買ってもさ、仕事みたいな写真しか撮れないんだからいらないよ、つったの。なるほどね。そうだよなって。俺も別にそこを目指したわけじゃないしなって。面白い写りをするとかさ、なんていうの、ノスタルジックな写りをするとかだったらさ、すごく興味が湧くんだけど、バッキバキのさ、インスタグラムで流行ってるような感じとかさ、雑誌のグラビアに載るような感じとか、ああいう風にしか映らないんだったら別にいらないやってなるよ。まあ仕事するんだったらね、当然ね、それは必要なわけだけど、そうじゃないところでそんな写真って必要なことないよね、あんまり。まあ現状スマホで大体済んじゃうからね、もう。そうでしょ？大体スマホで撮ってさ、スマホで撮ってもほらインスタとかの時になんかフィルターかけるじゃない。だったらもう適当なカメラで最初からそういう写りをしてくれればいいわけですよ。で、まあ、その俺たちの時代から言えば、その写るんですっていうのはさ、ピント合わせるわけじゃなくて、
被写界深度の深さで撮っていくわけだから、厳密にはピント合ってない。そのピント合ってない写真なんだけど、それが写真だっていうのがちょっとあるわけですよ。それはでもさ、目が悪くなってきたことも影響してんじゃねえの？そうそう、そこに戻るわけ。目が悪くなってるから、別にどうだっていいの。ピントカリカリとか解像感とかどうでもいいの。もう高解像度が、俺の目が対応してないから 4K とか見てももう感動できないんだよね。しないね。全くね。若い時に、目が元気な時に 4K とか 8K とかだったら、うん、わ、お金出す価値あるわって思うかもしれないけど、自分の目が衰えてるのに、そこに価値を見出せなくなってきてんだよね。ほんとそう。残念なんだけどね。残念だけどね。だけど、まあ、キキキリンさんがさ、片目見えなくなった時に、今まで見えすぎましたって言ったんだっけな、確か。すげえ名言が出ちったね。あの人らしいなとか思ったんだけどさ。ましてやだってあの人なんてあれでしょ、映るんですの CM やってたでしょ、昔。そうだよね。ねえ。綺麗な人はより綺麗に。そうじゃない人はそれなりに。岸本佳代子さんとだったっけ、うん。そうそう、岸本佳代子さんとね。うん、ああ、懐かしいね。うん。ああ、見えすぎてたか。そこの境地まで至りたいね。まあ、旦那があの人だったらいろいろ見えすぎるだろうね。そうだね。もう、仏の心の境地に至ってたんだろうな。だよね。本当亡くなるぐらいの時にあらゆるもんを許せるようになってたんじゃないのかな。かもね。でさ、今さ、この、喋っててさ、カメラで収録してんだけど。はい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 。一応さ、このカメラの液晶、バリアングル液晶こっち側向けてるからさ、自分の顔が映ってるの見えてんのね。うん。で、浅川くんと喋ってるんだけど、俺は自分の顔を見て喋ってるんですよ。すごい、なんか違和感がちょっとあるんだけど、まあ、これを見て、最近、なんだっけな、大阪大学だっけ？助教授だかが、レポートしてたやつ、論文書いてたやつがあって、他人の顔を、アプリとかで目玉を聞くとかさ、顎細くとかって補正するのは、すぐ不気味に感じるらしいんだけど、自分の顔の場合は、やりすぎちゃっても、なんかちょっと一線超えても、ちょっといけるらしい。他人はすぐ不気味って思うけど、自分の場合は悪いとこどんどん直しちゃうらしいのね。だからみんなやるんだ。そう。ちょっとひどいぞこれって思うもんね。やっぱどっかで人間って客観視できないのか、自分のことを。で、なんかね、レポートの中では、自己承認じゃないや。承認欲求。そうそうそう。だから自分のことを認めてる感じが低い人とか、発達障害みたいな、うん、そういう人たちだとまた違うみたいなこと書いてあったような気がする。へー、ちょっと論文自体今手元にないんでね、はっきりしたことは言えないけども、なんかそんな感じだったと思う。結局だから、その自分が見てる世界と他人が見てる世界が一緒とは限んないってことなんだよな。それはね、もうほら、僕は芸大でだからさ、そんな話はもう散々されてきてて、うん、もう学問としてもやられてるわけじゃないですか。それはもう視神経とかね、脳科学とか色そのもの、みんなが見てる赤色が本当にみんなの、なんていうか、統一された赤とは限んないよね。俺から見たらあの人の赤は青に見えるんかもしんないしって言って、もう確認のしようがないんだよね。ないんだよ、これが。だから、ノーレコーダーを作るしかないよね。その、トータルリコールだっけ、夢をさ、ね、レコーダーみたいなんで見るみたいなあったけど、だから、視神経を乗っ取れるような何か技術があった時に、うん、その人が見てる景色って想像を絶するかもしんない。あ、俺が見てる世界と全然ちゃうみたいな。いや、だけどさ、それをどう処理するかってまた脳の話になってくるんで、視覚だけじゃないんだよ。視覚っていうか目から入ってくる情報だけじゃないよね。目の性能だけではない。カメラで言うと、だからそのレンズとかセンサー以外にそれを処理する、その CPU の部分でまた色味とか何度か変わっちゃうわけでしょ？そう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 。だからホワイトバランス違えば全く違ってくるからね。それこそ、
ちょっと前に流行ったじゃない、白と青に見えるドレスなのか、金となんとかなのか、そういうのはあるよね。あれも一種のだから脳のバグだよね。うん。で、それらとは全く別のところで印刷で言うと、うん、まあ今赤っていう話は出ましたけど、イタリアの赤は、例えば、まあ特徴的なので言えばドゥカティとか、イタリアといえばトマトであったりとか、うん、そういった赤がすごく特徴的な印刷らしいんだけど、日本は黒を占める方向にあるみたいなことを言われる。国によって全然印刷は違ってくるらしい。同じ CMYK の値で指定しても。人種によっても見えてるその色の感じが違かったりするのかな？だってそれはもう当然違うって言われてて、僕らは日本人のほとんどの人は黒い目か茶色い目だと思う、瞳が。ただ白人とかは、青い人もいるよね。いるね。うん。青いと、絶対サングラスが必要になってくるわけですよ。うん。そのぐらい日差しというものに対する耐性が全然違う。そうなると見えてる色はもう絶対違うわけで。あのさ、アメリカっていうかさ、ハリウッド映画の CG、なんであんなギットギットしてんのかなと思うんだけど、見てるとこ違うよね、やっぱりね。ハリウッド映画とか日本映画にしても、なんかパッと見で、あ、これ海外だな、日本だなって、なんとなくわかるっていうのは、そこも関係してんのかな、やっぱ色味とか。そうだね。うん、それはあるね。まあ空気感って言われてるとこなんかもしんないけど。うん。あとさ、日本家屋なんてさ、天井からぶら下げる蛍光灯みたいなのさ、6畳間に蛍光灯一発みたいなさ、そういうので、落ち着いてたじゃない、長らく。それも関係あるんじゃないかな、物の見方というか影の見方、影だな。うん、なるほど、ね、およそね、デッサンの授業とかだったらもう絶対この天井照明一発では描かないぞって思うの。プロとアマの違いってやっぱ照明とかでだいぶ出てくるんだろうね。まあ 100% 照明だね。よろしければチャンネル登録お願いします。